ライスペーパー米を薄いシート状に加工してから乾燥させた食品。本稿で正日。紙厚で稲わら、桑などを原料とした紙のこと。和紙を含む。紙巻きたばこの巻紙などの薄く上質な紙。ライスペーパーライスペーパーを使った生春巻きライスペーパーは米を原料に薄いシート状に加工し乾燥させたもの。ベトナム語ではバインダー、または バインちゃんと呼ばれる。ベトナム料理やタイ料理では、生春巻きの皮として利用するほか、シャブシャブ風料理や焼肉を野菜と一緒に包んで、食べるむためにも用いられる。水で戻すとデンプンがすぐにアルファー化して食べやすくなるため、使用する際は指や布などで軽く水をつけてから具を巻いていく。製法としては、米を砕いて乳液状にしたものを布の上に丸く広げ、 熱水蒸気によって蒸し上げてから乾燥させて保存する。一般的にはそれ以上は火を通さずに使用するが、具を包んで油で揚げる、いわゆる揚げ春巻き風に調理することもある。食感を増すために米の乳液にタピオカなどのデンプン類を混ぜることもある。また、出来上がったものを半乾きの状態で裁断し、さらに乾燥させたものが砲などの乾麺として用いられる。 ありがとうございます。